おはようございます。1月15日月曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。昨日、まあ、天気はねさほどでもなかったんですが、まあ結構出れてるみたいですね。はい、まあ、とりあえず一通りありそうなんで今週はいいスタートが切れそうです。はい、じゃあ見ていきましょう。そうですね、結構出荷予定にはなってますね。はい、カニコーナーですがカニは少ないですね。なかなか取れてないみたいですね。これいいサイズなんですけど、メンガニとあとオンガニ、まあこうやって一緒に入ってるってことは数が取れてないからね、まあしょうがないんですけどね、少なめです。延長結構上がってますね。はい、いい赤貝ですね、中ぐらい。これはいいんじゃないですか。まあ小さいのも入ってますけど、それでも全体的に中ぐらいが多いんで、これはいい値がするでしょう。はい、こちらはすだれ貝ですね。すだれもね、以前ほどは数がないんでね、まあまあの値段してますよね。カモも少しだけありますけど、もう今なっちゃうね、もうちょっと珍しい方になってきましたね。まあ悪くはないんですけど、需要がないっていうかね。はい、小ぶりのキスゴですね。小ギスっていうか、ほんと豆みたいなのが多いんですけどね。まあ、実際には小ギスの量っていうのは今まだされてないんでね、こう小ギの中で混ざって上がってくるぐらいで、小さいですね、ワカサギみたいな感じです。はい、こちらメゴチですけど、メゴチもねパラパラとはあるんですけどね、まあ結構型が揃うとねいい値段してますよ。メゴチもね高いです。はい、こちらはいいダコですね。どうでしょうかね。まあぼちぼち値段はしてますけど、まだ正直いいの入りがね薄いっていうかね少ないんでね、これがねパーンと入り出すと一気に値段上がってくると思います。まあそれでもやっぱ安くはないですけどね。まあもうちょっとかな、もう1週間ぐらいでだいぶ変わると思うんですけどね。はい、活魚ですが、そうですね、とりあえず出荷予定はありますね。まあまあ出てくるんじゃないでしょうかね。何が出てくるかは分かりませんね、まだね。はい、こちらちょこちょこありますけどね。おー、いいねこれ、パン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 やで。あー、太いね。相変わらずいい値段してます。まだね出荷前のところ結構いいんですが、おー結構大きなヒラメ、ヒラメはぼちぼち出てきそうですね。あー、ここにもすんごいでかいのがおりますね。おー、でかい。隣もヒラメですかね。まあヒラメ割とありそうな感じがします。はい、また後見に行きましょう。はい、競り場ですが今のとここんな感じですね。5分目6分目ってところですけど、まあもうちょっと出てきそうかな。はい、はい、結構小物ありそうですね。
はい、シロミル貝ですが、うん、なかなかね値段が下がりませんね。出荷量がねそこまで多くないっていうのもあるんですけど、結構高い日が続いてますね。シャコかわいいな。なかなかね地物で大きなシャコって見たことないんですけどね。いないことはないんですけどね、こうやって小さいのが取れるってこと。はい、これ面白いですね。鳥貝がある程度何個か集まってますけど、まあでもやっぱねこの下は子が鳥貝で、例えばこのすだれみたいに鳥貝で下は子が埋まるってことはないですね。うん、なかなかまとまっては取れてこないっていうか、はい、こちらは天狗にしです。いいね、これも身がブリンブリンですね。うわすごい。はい、こちら珍しい雪の明日マテ貝とかね、あの揚げ巻き貝によく似てるんですけど違うんですよね、これね。美味しいらしいんですけどね、まあそこまで数が取れないっていうかね。雪の下珍しい感じです。はい三島おこぜがかわいい。このここのねトゲが危ないです。これ気をつけないとね。面白い顔してる。これかわいい。おはようございます。はい、他にもコモンフグかわいい。オニオコゼこれも背びれとね腹びれもね気をつけないとこうチクッと刺さるんですよね。特に背びれはもう言わずと知れた猛毒ですからね、気をつけないと危ないです。はい、ここの見物ジャコって言います。頭もいでね、頭石があるんでね食べられませんので、頭だけもいで唐揚げ、あと揚げた後ね南蛮漬けするとうまいですよ。小さいとねなかなか量が取れないんでね手間ですけど、まあやればね本当美味しい魚です。こちらコウイカですね。ちょっこちょっこね色もんで出てくることが多いんですけどね、そんなコウイカばっかりバーッとまだ量がされてないんでね混ざり程度なんですけど、まあそれでもおう、いいよ生きてます。イカ全体がね少ないんで、やっぱこの地物のコウイカも割と寝がしてますよね。はい、はい、かわいい、ミミイカ。これこういうサメの中でもね湯引きしても美味しい方の魚、あのサメになりますね。ホシザメ、この斑点がね特徴ですね。美味しいですよこれ。はい、これいろいろ小エビがあるんですが、これはね白鷺エビって呼ばれているやつですね。よそじゃなんて呼ばれてるんですかね。芝エビ、
芝エビとは違うんですかね、シラスが決めないですよね。これ生きてるうちはこうやって透明感があるんですけど、これがね、あの死んでしまうとね、すぐこうやって白っぽくなっちゃうんですよね。だいぶ違いますよね、見た目。はい、こちらはブトエビですね。まあこういう小エビの中じゃね、一番あの値段が高いっていうかね。まあエビの味がね濃いんですよね、やっぱこいつはね。いろんな料理に使いますし、まあもちろん塩茹でだけで十分美味しいんですけどね。これがやっぱ一番小エビの中じゃ高いですね。はい、こちらがね赤エビですね。赤エビちょっとね、あのブトエビと似てるんですけど、サイズ的に少し小ぶりですし、これはね頭の殻とかがね少しブトエビに比べると柔らかいんですよね。だからこのまんまね素揚げにして頭からもカッパエビセみたいに食べれますので、ね、うまいですよ。これも結構ねエビ自体の底味が強いんでね、このエビも人気ですよね。値段的にはブトよりは少し安いですかね。丸ごと唐揚げができます。はい、こっちですね。でかいねこいつ、マゴチ。まあこっちはね、まあ時期的なものもあるんでしょうけど、値段は今そこまでしないですよね。どっちかちょっと安いです。ただ細いもんもあるけどいいもんもありますんでね、一概に今こっちがダメとかああいうのはないですよね。よう超えてるやつはね、まあ値段が安いんでおすすめっちゃおすすめなんですけどね。はい、どんどん出荷が続いてますが、今のところはこんな感じですね。はい、送りの荷ですが、今日はまあまあ荷がありそうですね。いい感じ、月曜からね荷があると本当助かりますんでね。はい、下関便です。おお、今日は内側エビが結構ありますね。内輪ちゃん、内輪エビの腹筋腹筋かわいいね。はい、シマリのヒラメでっかいな、8キロ9キロぐらいあるからね。ミノカサゴ煮付けとかないから揚げがいいですね。明太鎧太刀魚、もうすごい大層な名前なんですけどね、美味しいですよね。これフライフライの中じゃ、まあもう本当トップクラスですよね。美味しいです、白身のフライ最高。キツネガレですね、今子持ちで美味しいですよこいつ。いいマコが入ってます。はい、赤ハゼ、ヒメコダイですね。まあ使い方としてはね、これもあのキスみたいな感じ、うん、フライとかね天ぷら、白身の美味しい魚なんですけどね、まあちっこいしなかなか手間が大変ですけど美味しいですよね。まあ、美味しいものは手間がかかるんでね、しょうがないかなって感じですけど、安いしね、いいんじゃない。今日はね千葉の方からね大きなイワシも特特大、はい、入荷してます。大きいよ、うわーでっかいね、大鰊。たまに地物にも上がるんですけどね、いろんな料理に使います。でかいまあまあでかい。これ長崎？いやこれ下下な、下で、うん、結構腹もしっかりしてる。
はい、もらっておきましょう。よろしくお願いします。まあ、結構あるんですけど、山もでっかいですね、割と。はい、小物ちゃん。こっちは少ないですね。昔はね、こっち側もかなり並んでたんですけどね。こっち並べるほどもなくなってしまいましたかね。はい、綺麗な連長。連長いいですね。7分目ぐらいまで来たかな。こちら地物のシジミが出てますね。これ結構でかいしね。地物のシジミは人気なんですよ。これ高いんですよ結構。これが小さいな。こっちの列が大きいやつなんですね。いい値段してます。はい、これ大きなブトエビやね。わー、これがいい値段しと高いでしょうね。はい、こちら少しだけねサワラが出てますね。数は少ないです。でっかいんですけどね。高いでしょうね今日もこれ。はい、生き締めのスズキですね。まあ、スズキも悪くはないんですけど、やっぱり言い割りが激しいですね。超えてるやつはね、めっちゃ超えてすごいいいんですけどね。これなんかいいですよね。細いのも多いんです。あまりねピックアップされませんけど、これ青ナマコですね。個人的にはね、この青ナマコの方が私は好きなんですけどね。こっちの方がね、なんかナマコの匂いが強いっていうかね、ナマコらしい味がするっていうか、まあ苦手な人はね、このナマコの匂いっていうか、そういうのが嫌なんでしょうけど、私はこっちの方が、この後もね、こっちの方が味が濃いんでね。ちなみにナマコの、作る時にこう身を細く切りますよね。よく大谷さんなんかがずっと切ってますけど、あの中にね、切った後にこの綿をきれいに洗ったやつを一緒に刻んで混ぜるんですよ。バーっとするとね、香りがすごく強くなります。この綿も小さく刻んで一緒に混ぜたらいいです。これはね、赤ナマコでも青ナマコでも一緒です。私のおすすめ、この綿も刻んで一緒に混ぜましょうおすすめの食べ方です。はい、というわけでこちらが赤ナマコですね。これは小袋ですけど、赤ナマコもね、今値段も安定してますんでね、いいと思いますよ。はい、今言ったようにね、これも刻んだ後にこの綿をね、きれいに洗って取っておいて、一緒に刻んでね、混ぜて食べてみてください。香りがすごく強くなってね、美味しくなります。はい、やってみてください。はい、こちらはね、スクモエビですね。まあ例えたらブトエビがかなり大きくなったやつみたいな感じのエビなんですけどね。これも美味しいんですけど、これね、湯がいてもそこまで赤くならないんですよね。ピンク色っていうかね、めちゃくちゃ上品な色になります。美味しいエビですよ。ちなみにこちらがアシアカクルマエビ、クマエビですね。これは逆にね、湯がくと真っ赤っかなるんですよね。綺麗な赤色になります。これも美味しいエビですけどね。今この何日かね、おっとっとっと、あんまり姿 見なくなりましたけど、まあ結構ちょっと前までは取れてましたんでね。いろんなエビがいます。こちらは数少ないんですけど、天然の車エビですね。でかいね、これ。うわー、これ立派な。これ 80g ぐらいですかね。まあ言わずと知れた車エビですからね。しかも天然、めちゃくちゃうまいですよね、やっぱ。まあこちらでもそうなんですけど、まあエビの中じゃやっぱ最高峰ですね。値段的もそうですし、味もやっぱうまいです。何しても美味しいですよね。ゆえに高いです今はちょっと数がね取れてませんけどね。はい、天然クルマエビ。はい、こちらは
ハイラギですね。元気げー。こうやってね、殻外されても 2,3 日ずっと生きてますんでね、強いですよね、地物。あ、めっちゃね、高いんですよね。これもね、昔はね、なんていうんですか、柱だけでこう1キロ入りの袋がね、一缶の中にこう8袋も10袋も入れて捨てられてる時代もあったんですけどね、今じゃあこうやってね、パラパラと何個かがね、殻に外されて並ぶ程度ぐらいしかもう出てこなくなりました、取れなくなりましたね。寂しいですね。はい、こちらカワハギですけど、これもね、パン、お腹パンとしていいんでしょうけどね、なかなか大きさと数と揃わないですよね。かわいいな、こいつ。はい、こちらに海うなぎが、なんか毎日1匹ずつぐらいおりますよね。これ結構でかいですよ。400〜500グラムぐらいありそうですけどね、あんまり触ると逃げちゃうから。いいね、でかい、いいうなぎ、いいうなぎ。これまたでかい、赤い出ました、ソフトボールだよ、でっか。あ、最近ちょくちょく見るようになりましたね、バカでかい赤貝。すごいね。はい、こちらにはメダカガレー、あ、いいですね。少しずつ良くなってきてるかな、まあ、数自体が今少ないんでね、メガレー。これでかいね、大きい、いい方です、おはようございます。まだ数は少ないですね。はい、今日はね、なんかタコが少ないですね。タコはね、正月明けからずっと値段がいいんですよね。少ないってもあるけど、ちょっとどうかな、あんまり高いとね、高級魚です。活魚もそろそろ出てきましたね、ぼちぼち。あ、パッと見今日はなんかタイがありそうですね。さっきのでっかいヒラメ、天台がちらほら見えますけどね。お、これいいね、よく超えてるね、こいつ、ふっと、いいんじゃない。あ、こっちも悪くないですね。はい、こちらにもスズキですか、これは。おー、スズキ、おい、あとはカニですかね。これもなかなかのサイズ。おー、あー、これいいね。面白い。しばらくね、タイ見なかったんですけど、結構今日はタイがありますね。はあ、面白いね、みんな。トレインになると一斉にトレインなくなったり、こうやって取ってくるときはみんなが一斉に取ってきたりね。おお、ふっと、見てこれ、すごい。なあ、この背中にかけての三角形もなかなかぷっくりとしていい感じです。よく超えてますね。出ました。でっかいトラフグ。大きいね。4キロぐらいかな。3キロ後半か4キロぐらいありそうですけどね。おお、太いね。ここ掴むと分かるんですけどね。首根っこみたいなとこ。これ太いですよ。よう超えてます。いいんじゃない？
あまあちょっとどのぐらいするか分かりませんけど、ヒレやな、まあとりあえずは狙ってはみましょう。どうでしょうかね。はい、こちらにも天台と馬面も結構ありますね今日はね。ちょっこちょっこ腹パンパンっすよ。すごい、これでかいね。これ空気が入ってますけど、うん、ヒラメもちょっこ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 あります。いいね今日、うん、ね、傷は書いてんねん。そうでかったね。あでかこいつも。はい、結構ありますね今日。いいです、いいです、これも。はい、じゃあゆっくりね狙えそうなんで、おこれもいいね、頑張ってみようかな。買えるでしょうか。はい、競り始まります。はい、じゃあね、とりあえずは写真もゲットしてみたいと思います。できるかな、どうでしょう。札が入っちゃうだろ。そうやろ。名簿が1番、名簿が1番が4号、4号だ、後が4号。ヒラメが1枚、ヒラメが1枚が6点、6点の5パー、5、6の5号、5号だ、後が5、2の5点、4パー、7号は、6パー、7、3、6、7が後が1枚。101の8番2つあって1個、残りもう1個ある。アーローカギサイク101の5番が1個、アーローカスクモ4世、アーローカ4世35、アーローカイランカ3号3000、アーローカイランカ磯村2世800円決定、アーローカ2パス、アーローカアッセンドカイランカ7世、アーローカアッセンディング101の7番星先輩決定、アーローカ1杯次が、はい、サバライコー一本、アローカー一本、どうかいらんかい、アローカー一本六千、アローカー6千六千、どうかいらんか8千、アローカー8千、どうかいらんかい、アローカー8千、どうかいらんか310番から7号、アローカー7千5百円、アローカー5千、どうかいらんか、アローカー6千、アローカー8千、どうかいらんか5、アローカー9千5千5千5百円1本、はい、1枚、アローカー1枚の回覧会、アローカー回覧会、アローカー2号、アローカー2千和券の回覧会、2号回覧会、2千勝つ310番4つ、4枚、マルキの9番、はい、タモー、今日の1枚、アローカー1枚1千、アローカー1千の回覧会、1号券、アローカー5千号、1号回覧会、アローカー8000の回覧会、アローカー7000円、6600円が1万1番、1号だ、アローカー2号2000、1000円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 、
1枚アーロッカイラクカさん取りませんか。はい、25310番、これ見よう。はい、コーチ、はい、2000 1800円。マリータ310番決定。ちょっと 見してね。死にか。はい、ハキビンですが、アオリイカ小さめのアマダイ。2位自体はやっぱまだ引き続き少ないですかね。なかなか出れないみたいですね。ちょっと今日もハギは寂しいかな。はい、ということでね、結構荷物集まってきましたね。白子、滝、貝柱、大アジに、キツネ、タチウオ、タコもね、買いましたね。サラ高いね、めっちゃ高いですね。まあこれ今日多分一番良かったんですけどね、値段も一番良かったですね。高いです。あとはレンチョ、タコ、ナマコ、もろもろと。はい、まあとりあえず結構ゲットできております。はい、あとは今閉めました天然台。はい、っていうわけで今日のトラフグとヒラメをね、めっちゃ超えてますよこいつ。はい、活魚、これはねちょっと一日生かしましょう。はい、トラフグもねいいタイミングでふるさと納税の方入ってますんでね、そちらの方に使っていきたいと思います。よし、はい、それじゃあね、競りはまだまだ続いてますけどね、私はこの辺で戻って頑張りたいと思います。はい、月曜日の水揚げですけど結構やっぱ多かったですね。まあまあありました。はい、ということでね、まあ今日もしっかりね、小物から、刺身もんまでしっかり買いましたんでね、これで今週もバッチリいいスタートが切れそうです。はい、ということでね、また1週間頑張っていきますんで、応援の方もよろしくお願いいたします。はい、とりあえずは月曜日、今日1日をねしっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それじゃあね、戻って頑張りたいと思います。はい、月曜日の水揚げですけど結構ありましたね。よかったですね今週は。ただね、今日は天候が悪いからね、明日はどうでしょうかね。まあ風次第ってとこもあるんですけど、まあ雨が降るとねやっぱ冷たいんでね、漁師さんもあんまり出れないかな、出られないかなっていう感じはしますけどね、どうでしょうかね。まあ全然ないってことはないとは思うんですけどね、まああまり期待できないかなっていうふうには思っております。まあとりあえずはね、今日もねしっかり、タイとヒラメと、天然トラフグも買いましたね。まあそこそこの値段で買いましたんでね、良かったと思います。はい、ということで早速ね、今月から始めた、返礼品の方にね、
こちらのフグ使っていきたいと思います。はい、ということなんですけど、まあ全体的な相場はね、まあ結構してましたかね。先週末からねちょっと魚が少ない状態が続いてたんですね。続いてたんで、そうですね、全体的にみんなどこもがあんまり魚がストックがない状態で始まりましたんで、結構みんな買いの方がね先行してたかなっていう感じですね。どれもみんないい値段してました。まあ結構小物も数があったんでね、最後の方は少しはね落ち着いてきたような感じは見えましたけどね、まあそれでも結構いい値段でしたね。はい、ってことなんですけど、まあとりあえず今日もねしっかり揃いましたんでバッチリ作っていきたいと思います。はい、とりあえずは月曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、頑張るよ、今日もやっちゃおう。雨じゃねやれやれ。はい、お店到着です。ちょっとね空模様が今はね雨は止んでるんですけど、ちょっとね降りそうですね、まだね。はい、今日は漁に出れそうもないかな、どうなんでしょう。はい、とりあえずしっかり作っていきたいと思います。よいしょ。はい、おはようございます。はい、今日もよろしくお願いします。はーい、はーい、 3.2 はい、了解です。いいね、この日でもいいよこれ。はーい、かわいいよ、こいちゃんよ。あー、3キロ切れたか。まあ、ほぼ3キロね。はーい、行かしておきましょう。天然ぶりのね、カマ。見て。すごいやろ、これ。これ塩タムね。今のタムでね。筋肉痛になっちゃう。シャ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 。ちょっと待ってましょうね。
感じ。切っていきます。炊けました。わーっとね、こんな感じでお店出します。買いに来てください。入ってますよ。はい、完成しました。では本日はここで終了したいと思います。皆様一日お疲れ様でした。また明日お目にかかりましょう。もっちゃんもさようなら、さようなら、さようなら、おやすみなさい。今週もよろしくお願いします。もらったよ、ワッフル。福田さんがね、もっちゃん、ちゃんと食べんしゃいよって言ってた。もな、うん、心配してたよ。私のことも心配してね、うん、うまい。お父さん、ちゃんと食べてるよ、私。終わったけどね、また始まった。ね、社長、せっかくさっき終わらしたのに、ここまで使ってください。また明日。